信じてよかった。そう胸をなで下ろしたのは、ガク、佐野優斗だけではなかったはず。金曜ドラマ、トリリオンゲーム、TBSK、第7話。気づけば、春、目黒ハスとガクの二人で始めた株式会社トリリオンゲームは年間収益100億円を稼ぎ、従業員数は30倍にも膨れ上がっていた。だが、春の目標はあくまでもトリリオンダラー、1兆ドル。まだまだ道の途中といったところだ。ソーシャルゲームの開発ではクリエイターたちをスケムマ呼ばわりしていた春。その冷ややかな表情にガクもリンリンも、そして私たち視聴者もゾッとしたものだ。そして、一時が万事。新たに春が着手したトリリオンテレビを作るために集まった仲間たちのことも、もしかしたらそんな風に考えているのではないか、と不安にもなる。だが、ガクは春をとことん信じようと服をくくった様子だった。友情パワーなんて少々照れくさいことを口にするガク。その純粋さが、どれだけ会社の規模が膨らんでも変わらないで欲しいと願うばかりだ。ところが、どうやら春のよく言えば度胸のあるところ、悪く言えばその場しのぎのハッタリをガクも習得してしまったらしい。番組制作会社の報道プロデューサー、くぬぎ、津田健次郎をくどきに行った時のことだ。トリリオンテレビを潰しにかかろうと動き出したドラゴンバンクは、アメリカの大手配信サービス会社を買収。CEO には桐姫、今田美桜が就任し、地上波テレビの放送権を買い漁り始める。そんな桐姫を報じようと、その姿を追うくぬぎに春は、桐姫がどこから出てくるのか当てられたら俺らと組む。外したら二度とあなたの前に現れませんと賭けを申し出るのだった。その賭けに乗ったくぬぎ。だが、春ではなく額に答えさせるという予想外の動きに出た。きっと以前の額だったら、無理だよとうろたえていたはず。だが、今回はすぐに落ち着いて、正面玄関と言い切る。その根拠として、次のアポイント時間と現在の道路状況を加味して、正面玄関から最短ルートで渋滞を迂回するだろうと計算したのだと続けた。しかし、実際は計算なんかではなく、桐姫の性格を考えてのことだった。桐姫ならこそこそと隠れたりせず、正面玄関から堂々と出てくるだろうと。額は同じ答えだったとしても、計算して導いたということがくぬぎにとっては重要だと即座に判断した。なぜなら、春はくぬぎに額を超天才人間コンピューターの額ですと紹介していたから、その分析力がどれほどのものなのかを見たかったに違いない。説得力を持って情報を提示するには、相手が何を欲しているのかを把握すること。額は春のそばにいることで、人心掌握術のコツを掴んでいったように見える。一方で、春もまた額の影響を受けているようだった。早々にくぬぎから、とんでもない二枚舌だと見抜かれた春。お前が報道をやりたい。本当の目的は?と問われると、報道はただの釣り餌、莫大な広告料を取るためのネと話す。ここで本音を話すところが、また春のずるいところだ。とことん騙してくれたっていいのに。きっと春にはそうすることだってできるはずなのに。それでも本音をさらけ出してくる。もしかしたら、これも春のテクニックなのかもしれない。人は言いにくいことをあえて言ってくれる人に、心をさらけ出してくれたと信頼を寄せてしまうことがある。例えるなら、商品の欠陥を認めてすぐにリコールをする会社に信頼と好感度を抱くように。とはいえ、釣り餌なんて言われて面白く思う人はいない。本気で仕事に取り組んでいればなおさらだ。でも、まずい釣り餌に食いつく魚はいねえ。釣り餌だからこそ中身もちゃんと作る。ゲスだからこそちゃんと作るんですと言われたらどうだろう。世界一の釣り餌になってやろうじゃないか。なんてモチベーションまでアップしてしまうから不思議だ。そして、うちでも最近、ダミーでいい、釣ってんのに、すげえゲーム作った連中がいてと笑うはる。はったりと中身、両輪が揃えば一気に爆発すると手応えを感じながら語る姿に、ソーシャルゲーム事業で実感したのだろうと予想する。春とくぬぎで金と数字を作り、ガクとリンリン、アナウンサーのあかり、桃高菜子で中身を作る。そう考えられるようになったのも、きっとガクと過ごしてきた日々があったからではないか。それにしても、スポンサーであるスマホ会社社長を相手に、ハッタリをかます春のシーンは手に汗握るものがあった。通常であれば、スポンサーに対して、あんなに強気に出ることなどできないはず。それが、大人の事情としてまかり通っている世の中だ。しかし、何度も言うが春が目指しているのはトリリオンダラー。スポンサー会社に連合しているようでは、
その規模を超えて世界有数の企業になんていつまで経ってもなれるわけがないのだ。どれだけヒヤヒヤする橋も、明確に目的地を見据えていれば勇気を持って渡ることができる。時には、情報提供者に大金を払うなど、ドラゴンバンクさながらの、マネーイズパワーも厭わない。そうして、ここまで順調に歩みを進めてきた。だが、金を積んで得られたものは、さらに金で買い取られる可能性があるということ。いよいよ桐姫が資本力を見せつけてくるようだ。また水面下では黒龍、国村純が祁答院、吉川浩二に近づく動きも、捨て駒、釣り餌なんて言いながらも、ここまでは誰も裏切り者が出ていないトリリオンゲーム社。できることなら、このままハッタリと中身の両輪を備えた友情パワーで、金の力に勝るところを見てみたいものだ。